2009年に新潟市東区でタクシー運転手が殺害され売上金を奪われた事件について有力な情報の提供者に支払われる報奨金の対象期間が1年間延長されることになりましたこの事件は2009年11月新潟市東区でタクシー運転手の阿部継夫さんが車内で殺害され売上金を奪われたものです 警察は新潟駅南口からタクシーに乗った最後の乗客とみられる男が事件に関与した可能性が高いと見ています有力な情報の提供者には最高300万円の報奨金を支払うとしていてこの期限を今月29日から1年間延長することになりましたこれまでに900件以上の情報が寄せられていますが容疑者の特定には至っておらず 警察は引き続き、情報提供を呼びかけています。